こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。お久しぶりじゃないですか。お久しぶりです。どこにいたんですか？落語会の方、ちょっと点々としてて。点々と。うん。あのね、バスへの方ちょっとやって。バスへ、どこにいたの？亀井戸とか。亀井戸。怒られちゃいますよ。まあ、亀井戸だからこれ見てないと思う。まあ、そうですよね。うん。はい、連携されますね。連携されますね。すごく楽です。真打ちになったばっかりの子たち。おつぶぞろいでね、今ね、キラキラしてる感じで。輝いてる。輝いてる。勢いに乗ってるところなんで、なんかこう、見ててやっぱ面白かったですね。そんなようにしてますね。私の仕事中に出ました、でも会議は出てましたよ。いなかったじゃないですか。あ、ほら、だって湘南の、ほら、月齢の。湘南行きましたね。うん、その後と、北がやった。北がやった。あの日、来ましたよ。雨降っててね、視界悪くて。あ、確かに。うん。まあ、言いました、言いました。わかんない。存在感俺薄い方じゃないですよ、そんなに。おかしいね。いや、だって、司会進行だって谷口さんですよね、谷口課長ですよ、ね。どっちが来るの？あ、企画部の。あ、そうだ、そうだ。うん。今回珍しくね、谷口。間違いますね。うん。うん。流れてますけど。これ映像ですね。え、録音まだしてないの？え、録音してますって。え？なんか完璧に書いてある。ちゃんと、いきなり始める。ちょっとね。マイクないですね。まあ、マイクなしでやるってことなんですかね。いつもここにそんなマイクあるんですかね？ありますね。うん。難しいとね。まあ、詰めていくしかないんでちょっと詰めていきますけれども、まあ、資料によると今回はパラワン対、ダヨウ。ということになってるんですよね。これ、ダヨウですか？スマップはない。ちょっとこれ、まあ、戦ってる彼らには国はないんですけれども、これ、うちらのこれキャラ発生するんですかね？いや、もちろんこれもなってないんですよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんか来週また連休取ってるんですか？ええ。ちょっと落語会。またです。ええ。バスへの方。またバスへの方。ええ。今度どこに行くの？やっぱり江戸川区の方。いや、怒られちゃいますね。いや、まだ江戸川区の方見て。まあ、そうです。